まああの従業員がバカだから、あのーね、団結もせず要は労働組合も結成せずにです、ねえー、大,津さん大津さんのせいにしてきたわけでしょ従業員が、まあ、そういうやつはクビですクビだから政党助成金を申請しなければいいのもしくは浜田聡をクビにし斎藤健一郎をクビにすると政党交付金が下りてきませんので。 あとはご自由に大津さんが寄付を募れば必ず支援してくれる方々がいますのでじゃあそういう人たちと民主的な政党を作ればいいだけだからその時点で国政政党をやめるっていうのも選択肢だってねこのまま残っていたとしてもですよ大津さんのことを高度障害かなんか分かんないけどね死亡に近いような形で扱うような人たちなわけです えー、死亡のような状態で扱ってやってきてる人たちに、人たちのが下にいたならば嫌でしょで、今は代表権ありますから、全員首でいいわけです、首でね。で残念ながら大津さんは今解任されたというものが提出され、おそらく総務省はそのまま受理するんじゃないかと私は見ています。ねわかんない。まあ、今、私、法律のど素人ですけど、あの、なんでかね、法律、法律パ,パ,パトロールっていうか <laughs>、 <laughs> あの法律警官がやってきて、えー、なんか総務省が事実上拒否してるとかなんとかで言い始めてるから、ちょっとわかんないけれども、私はですね、あの普通に受理されるんじゃないかと思うわけね。だからそこで、えー、結局は民主的に決められ、えーて、体裁だけを整えられたやつを、多分総務省が受理すると思うのね。 でもしこれ、受理しなかった場合は、たぶん、立花さんたちが、NHK と総務省が、陰で、手を引いてるみたいな感じで、なんか、やってくると思うんだけど、じゃあ、その時には、要は、そもそもが政治家女子48党を解散すればいいわけ。解散しても大丈夫。 政党、うん、交付金が、えー、来ないかもしれない要は政党交付金が不正に使われている可能性があるってわけでしょだから今大津さんのせいにしてきている従業員たちには不正に使ってる可能性があるわけですそもそもねだから内部告発ってそういうことだからね 内部告発っていうのは、その従業員を含め、不正に使っている、だから立花さんが不正に使ってい,いるんじゃなくて、立花さんが支給される、その支給のされ方自体に問題がある、要は民主的じゃないですねとね。だって当たり前でしょだって団体を組んでないんですよ。だからお給料が払われない。じゃあ、働かなければいいわけね、そもそもは。だからストライキをどうぞ起こしてくださいという話ね。 <laughs> そもそもが <laughs>。だから、あのー、なんていうかね、全然怖くないんです大津さんにとっては全然怖くない。だって、えー、なんつうか、労働紛争とか労働早期が、えー、そもそもが団体で起こされないわけだから、だからそういう人たちは全員クビですっていう話でしょ。そもそもが。クビにできるわけですから、使用人がね。簡単にし、クビにならないように、労働基準法ですとか、労働組合法ですとか、労働関係調整法とかであるわけでしょ。ね。 簡単にクビにならないとか労働条件のそのね、えー、やつをだけど今代表者が大津さんでそしてえその他の関係ねえやつら、えー、まあ役員も何名かいるかもしれないけど役員とかそういう人たちが大津さんに反旗を翻して総会を開いてやってるわけでしょ。 でそして従業員の方は別に労働組合とかで、あのえー、大津さんと,と、えー、こう交渉してくるわけじゃないでしょ。代表を決めて、そしてこう団体交渉してくるわけじゃないでしょ。楽勝じゃん。そんなことしてきませんから、アホですから、ちょっと言葉悪いですけど、<laughs> 政治家上司48等で、あのー、ねお、お給料が払われないんです、この野郎、大津さん頼みますよっってる人たちは、アホですから、そもそもがね。 だって大津さんに権限ないんだから民主的にそもそも決まってれば普通に払,て払われたはずでしょだから大津さんが党首でもそのまま行ってたら払われてたの普通に。それ取り付け騒ぎを立花先生が起こしたから払われなくなったわけ。ねえ。 だからあそこにいて、大津さんに声明文とか出してる人たちす全てアホなんですよ。だから労働組、労働ドサンポーとかそういうの全然知らないわけね。自分たちが9、だから、のらりくらり給料をもらって生きながらえてるから、そういう人たち全部首切ればいいだけの話で。しかもね、民主的に決めたっ,つって、今一時的にそれは移っちゃうかもしれない。斉藤ト一郎さんにね。移ったっていいじゃん別に。 またやればいい話大津さんが大津さんのイエスマンを集めてやればまた持たせるだけど大津さんは嫌なんでしょ民主的に行きたいわけでしょだから寄付で集めればいいのよそもそもがだから立花さんが、えー、集めたその,その金とか借金とかをあのそれを引き継ぐ必要ないの新しい党を作ればいいのそれだけの材料が揃ってるし大津さんを応援する人はいるわけだからまずは最初やるのは解散です 解散。政党交付金があるから、あの人たちああなっちゃうの。立花さんとかああなっちゃうの。政党交付金があるからダメなの。だから、解散すればいいの。浜田先生と、えー、<laughs> 斉藤健一郎さんを、ね、私のいないところで総会開いて、私を行動障害かなんかで認めた上で <laughs>、開いちゃったからで,で、解任させたわけでしょつって。だから、それを、えー 聞いた人はまず、だから党員とか集めて同じように民主的にやるのはもうその後のステップ、まずは国会議員2名を除名するわけ、そして政党交付金を申請しませんと、ね、除名したら全部解散で、それが嫌であれば、じゃあ一応、残す、多分やめていくと思うけどね。 浜田先生と斉藤健一郎さんはそういうことをすると、多分やめておくこと、だって意味ないから、政党交付金を申請しないということ自体が、えー、意味をなさないから、だから、あ,の、ね、だからあれですよこれ、これ、大津さんにとって非常にいい、選別、大津さんにすり寄ってくる人を選別できるのは、政党交付金を私は、えー、あの申請しません。 っていうスタンスを取ることによって、政党交付金に群がる、そういうね、お給料払われないんです、大津さん、何とかしてくださいみたいな,へな、クソみたいな従業員と、および、あ,のあなたの、ま、周りに、えー、群がる反社会的な考えを持った人たち、も全部切り捨てられるから。分かりますか <laughs> 全部切り捨てられる。あとは寄付だから、寄付で募ったり、政治資金パーティーとかで募,る募れば、ね。 気港縛りとかもやっていいんじゃない気港縛りとかやっていいと思いますから政治資金パーティーとかで募って集まってくるのは本当に大津さんのことを応援したい人しか集まってこないからそもそもね集まってこないからだから政党交付金を申請しないという選択肢共産党と同じ選択肢をねえすればねあの民主的な方法でえできる再構築できると思うんですよね。 でそれをやるためには、えー、まず、えー、あの前の,その使用者浜、えー、田先生とか、えー、斉藤健一郎さんですとか立花先生ですとかその,じその従業員とかね政党交付金で生きてってる人たちね、あのー、そういう人たちが排除できればいいわけそもそもがそういう人たちを切れればいいからだからその流れを、えー、排除するためには政党交付金を 申請しないだから総務省に送り続ければいいの,あの昨日の党会議で、えー、やったやつはそれは私のことを障害者認定かなんか勝手にかけてそして開いてそしてイエスマンを集めて党員としてやって民主的にあの決めたよという体裁上のやつねそれ総務省一旦受け取るかもしれないんですけどそれは一応裁判を起こしますよとで裁判していけばそれは多分大津さんが勝つから。 これはね今のところ失敗小僧さんとか私の見立てでは裁判が起きたら多分勝つと思うね,ね裁判が起きたら勝つと思うだけど裁判所がどこまで突っ込んでくるかっていう話ねで突っ込んでくるの多分ねためらうしめんどくさいと思うんだよねということは、えー、そもそもが一回斎藤健一郎さんになったとしても同じようなことをすればまた戻せるからでそれは後でいいのよ別に。 政党交付金を1回諦めた上でその、ね、それに群がってくる従業員とやらたちそのを1回切って,切って、ね、金がなければ切,切れるから、ね、金の切れ目は縁の切れ目だから、切れるから切った上で、そして寄付を募って、そんな私でもついてきてくれる人つ、ね、私も全力で応援しますよ、お父さんのこと全力で応援しますから、集まってきた人。 その人たちで、えー、お金も集まってきますからきっとねお金そういうことするとお金も集まってくる政党交付金を切るね、えー、借金も知らない、えー、そしたら集まってきますからそういうのね、えー、前のそのねえ橘さんがやっていたやつを全部変えますっつったらついてくる人絶対いるからそしてねそこで集まった人と一緒になってそして新たな党で、えーあのー、登録すれば国政政党として登録すればいいんじゃない まあその時には政党交付金の申請はしなければいい話だからでその時に浜田先生と斎藤健一郎さんがついてくるかついてこないかどっちか。といってこなければ国会議員がゼロになりますから国政政党政治資金規正法上の国政政党でもなくなる政党女性法上の国政政党でもなくなるし政治資金規正法上の国政政党でもなくなるっていう形になるんじゃないかなと思いますけどね。以上です